前回初めての一人海外旅行で紆余曲折ありながらも存分に生きりながら台湾を満喫したぼっち、そしてなんと運命的に実の姉毛に遭遇することに成功。今回はそんな性格真反対の姉毛と行く激ゆるホームビデオ台湾 Vlog になっております。これ真剣に見ると時間の無駄なのでながら見推奨です。それではどうぞ。またげチャンネル。プリティ、おー来てくれた。え、これ食べた。そうじゃん、マジわかんない。え、やばい、うちやばくない、すごいよね。え、さっきさ、その喜びさ、全部押し殺してたからさ、ちょっと共に2回目、2回目5時間ぶり2回目。え、やばい、なんかめっちゃカラフルじゃない。ちょっと置いてくれた。待って。そこ？違うよ。なんか黄色いタクシーに乗れみたいな掟があるらしいよ。ねえ、やばい、めっちゃ外国って感じしない？ね、そうね。でしょ？ごめんね、ちょっと同じテンション感ではないんだけど。ごめんね。7時間やね。7時間やね。5時間ぐらい。待って、これ？これ？これ？これだと思う。とりあえずタクシーで。あ、ごめんなさい。くそ口くそいよ。で、タクシーでホテルに向かいます。結構日本語通じるみたいな。そう、てかなんかね、結構街中に日本語あって人も会える。そうなの。そうね、ちょっとあれだよね。そう、なんかパイナッツボールケーキみたいな。え？パイナッツボールケーキってさっきカタカナで書いてた。さっきもさ、パスポートとかさ、パスポートって書いてあったよ。そう。1個報告していい？うち、ん、ね、さっき空港で初めてアナウンス呼ばれたの。なんで？渡辺なんかうちめっちゃ、どっちの空港で？あれ、うん、東京、そう、うん、よかった。なんかめっちゃ出発前に、はぁ、やっと入れたって言ってくれたら、うん、渡辺愛塚様、ご確認したいことがあります。よくない？ご確認したいことなんてさ、うん、指名手配犯がさ、逃走失敗した時、ちょっと、ねえ、すごくない？これさ、バイクがさ、もう前列にね、スタンバウンドで。で、何確認されたの？なんか、帰りのチケットの確認ができてなくて、帰りのチケットが確保されてることを確認できないと、出国ができませんって言われて。なんかさ、行きのカウンターでさ、言わなかったの？それ。カウンター行ってない。あ、だからオンラインチェック。そう、じゃオンラインチェックしたからいいかなと思ったら、なんか一応並んでくださいって言われて、そこで帰りのやつめちゃった。あ、そうなの？いろいろと。うん。え、でちゃんと言えた？そう言えた。でん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 。あれだね、しかもベランダもあるね。ここで踊っていいの？ここで。何も映れない。あ、今からタワーに登ります。本当に何も見えません。すごっ。あと、うちめっちゃフラッシュ炊いてんだけど、どうすればいい？フラッシュ炊いてんだけど、どうすればいい？フラッシュ炊いてんだけど、どうすればいい？外、ちょっと見るよ。ほら、本当だ、本当だ、光が。うん。息ふーってやりたい。確かに。ね。フワちゃんが通した人形、人形焼き。フワちゃん、うち見せたじゃん。フワちゃんのショートでさ、フワちゃんが人形焼き食べてて、サンダルの形の人形焼き、これ、台湾でちょうど行ってるうちらで、これも食べようねって言ったじゃん。見たかも。まずうちに。置いてきた？めっちゃ入ってた。これを食べたいんです。待って、これサンダル、あ、これこれちゃんが食べたい、食べたい、どうした、絶対食べたい。え、これ6割でいいんじゃない？あ、ディソン、ディソンは何だったんだろう。今これ焼くの最高じゃん。
ってる。絶対持って帰れないと思うけど。え、カステラ？え、これ持って帰れる？ホテルまでよ。で、たい、え、なに？この、いい匂いに耐えきれないけど。この状態、この感じで持って帰れる。食べたい。食べていいかな。ごちゃめ、ごちゃめ、食べてます。うまっ、あ、らゆるホクホク、味はすごい、うまうま、うん、雰囲気うまい、雰囲気うまい。よくないよ、口当たりがいい、うん、口当たりがいい。さっきあの撮った写真が買えるとかなので、ちょっと絶対欲しいから買います。写真を見せてもらいます。だ。おお、はい、綺麗。おお、夕暮れ。夕暮れいいね。あ、取れちゃうな。取れちゃうね。独特な匂いする。ね、独特、めっちゃ独特な匂いする。独特やわ。独特やばい。いや、お姉ちゃんやばく。え、もういけた、もういけた。あ、おお、美味しそう。すごい、いろんなやつ。え、ちょ、な、最初は何から行きたい？何買えばいいの？すごすごすごい、とても溢れています。何なんだろうね。何、なんかむずくない、ね、これめっちゃ美味しそう。この画面食べてた。何これ、ドイツの豚の足。じゃあ、この丸い系なんかさ、ね、食べたいよね。食べたい。むずいな、このシステム。お、並んでる。今人かっこいい。何でも口に出しちゃうからもう。台湾スイートポテトボール。あ、2個入れてくれてる、優しい。素敵なの、そう。また味ない。あ、もう味オリジナルにしたからかな。もうこのままの素材の、素材の味。うわ、これカラフルそう、カラフルそう、うん、これのお腹いっぱいにするのちょっと、うわ、あくだけ、あくだけ、あくだけ、太多了。
パクチー抜きにしてください。おでんのつゆで頭は洗えますか？わたげチャンネル。プリティ。カフェずっと一人で来てたからさ、人と来るのが初めて嬉しい。美味しい。でもなんか香辛料、画角なんかそう感じる。ちょっと自分がおしゃれすぎて今知った。
そっちもちょうだいね。うん、もちろん。よかった。え、なんかさ、2個食べたいからさ、嬉しいよね。そう、2人いればさ。めっちゃうまいんだけど。チーズケーキ。冷た。チーズケーキの感想冷たいのやばいね。見てて、私の。シナモンロールで上にチーズクリームが乗ってます。うん、あったかい。あったかいの？私結構冷たいよ。温度ですか？クレームチーズの先生から。さっき言ってた。上どっちしかったばかり。持ってない。持ってない。あ、持ってるけど。でもどこに入ってるか分かんない。すぐ出るところに決まっておきなさい。先生。お姉ちゃんも連れてきました。え、これ被り物できんの？そう、できるよ。え、やりたい。え、でもさ、これさ、借り方わかんなくない？どこに来たの？わかんない。誰に断るか。道具使用感、え、なんか勝手に使っていいんじゃん。そう、会、ゲイ、あ、元の場所に戻せってことじゃない？え、昨日のところより安いんだけど、うちさ、昨日200元払ったんだよ。だから倍出てきたの。いらねえのに。あ、そういうこと？なんか向こうの方が映えてた。向こう行こう。なんかでけえ鏡があるの。それでね、撮ってる人見てめっちゃ憧れたからやりたいとか。え、ここのお土産違うか違うか違うか。すごい。なんかちょっと帽子とか買って帰ってくる。ね、でもさ、なんかさ、こういう感じで並んでると全部魅力的に見えるけどさ、そのなんか、なんていうの、原宿とかのめっちゃ安い店にさ、入ってワクワクしてると思うことはちょっとなんか、観光客すぎない。3、9万とか。そうそうそう。え、390円みたいな。おしゃれおしゃれ。あ、おしゃれだけど。確かに。ファッショニスタが通うっていう感じじゃない、そのそうだね、全部置き換えて考えてください。そうそうそう、僕は日本のこれそう日本でいう日本でいう百均にテンション上がりません。あ、そこっちこっち。いや、うちなんかめっちゃさ通い慣れてる人みたいな。え、あとこっちこっちもあんじゃん。なんかめっちゃ貼ってあるね。え、映えじゃない。なんかお姉ちゃんとね、今改めて撮ったんですけど、なんかあの全部撮り直しができたらしく、私の昨日のこの悲惨なピントも合わないこのブレブレなやつは何だったのでしょうか。楽しかった。全部いい感じに撮れました。プロだから。茨城って書いてるよ。パイン茨城って書いてるよ。グッドトラック茨城。何よ。かき氷。かき氷。かき。かき氷。今払いパード何パー？何パー？何払いパー？六払いパー？六十払いパー？六十払いパー？何百がマックスだったら。ああ。六十払いパーね。え、六十払いパーは、
六重腹いっぱいの指数は、あのあれです。かき氷はペロッと完食できるのが六重腹いっぱいです。よかった。おめでとう。お兄ちゃんトーハは食べなくていい。なんかあのね、腹いっぱいになっちゃいます。そうそう、これ腹いっぱいになっちゃいます。でしょ？とても。食べたから昨日一生払えた。そうなんです。あ、これこのミルクショップもね、この前お持ちなのであったけど潰れた。だから潰れたんだよ。あ、潰れたんだ。そう。じゃあもういけないって。そうそうそう。レア度。潰れるんだ。え、じゃあ日本には馴染まなかっただけ。じゃあうちの馴染み。そうそう。あ、最高五十嵐。え、なんか人気そうじゃない？人気そう。飲み物を買いたい。何が飲んだの本当に分かんない。あ、これ何一回さ、このままなんだね、変わってくれたりしない。一回さ、白雪姫なりきりてたのだ。こんな位置のいいところにさ、お店出しててさ、儲かるんかな。多分ペンペン、そうです、ペンペンは多分あのさ、木は乗ってコールを一度傾けて、え、多分あれ氷もさ、水にあ、ごに乗ります。6車すごい、すごい、何車？7車、1車、え、8車、7車、6車、揚げ物、中にタスミン茶葉のあんを入れたの。絶対ラグいおわいで作ったで。え、ラカタカナってこと？そう、キルイみたいな感じのラグいおわい。これ？いや、杏仁豆腐、杏仁豆腐、お茶やり、お茶ガシ、お茶ガシ、ガシ。お茶、お茶やり、お茶。1200円ぐらい、それで1200円。でもあれそんな残せてないでしょ。なんか単品の方に。でも頼むんだろう、そう。これ。中はこんな空いてんだね。ね、こんなに周りから取られる。はい、登山の車。登山すぎ。霧を浴びながらの登山。40キロ。これ飲んで。買いながら戻ってたらそれ。え、でも小籠包食べ。小籠包食べつつ帰ろう。すごい。あ、今パクチー見てくださいって言ってた。パクチー入るかな。ダメと、どこでもやらないかな。パクチーね。なんだっけ、おでんのつゆ飲まないと。このお茶で頭は洗えます。これ何、引いてくれたりする。クイは飲むよ。これまだ茶から飲み。最初お湯だけね、茶器温めてからよ。ほい。で、茹で茶はお湯にかける。この温めてで幅開く早いで。最初時間は20秒、次まだ30秒、あと40秒。味はだんだん薄いで、時間プラス10秒。一遍幅大体6回飲みます。賢い。6回、7回飲んで味しないわ。食べてスペル、新しいのが全然。OK。スペルは手。なんか例えたい。
じゃがいもじゃがいもね、じゃがいもじゃがいもの芽をいって芽をいって本来取り除くべきところをじゃがいもに抹茶をかけた。じゃがいものスムージー。なんか飲み方キモいんだけど。私。物を持てるようになった猿で、これはもう入ってないの？どんどん。どっからお湯？お湯温めるね。なんかお湯も分かんないです。でも出てきちゃった。それじゃないよ。もう無理もう無理。ちょっと最初何からだっけ？最初まずこれに。あ、動画撮ってるわ。そうだよね。やばい、あれみたい。アイスのさ、あのさ、部屋でさ、あの部屋、いや知らないんだけど、一のさ、あの家の時の会社にこう見るので、で、あの部屋が正方形だったことを確認するので、その後あの俺の動画撮ってるって言ったら、そんな死か生かのね、部屋をこうやって。そうだったっけ？ああ、何分目とか言ってた？行ってない行ってない。ああ。二回目だから30秒で。ここで？え違う？一回捨てるそれ？もう取れてなかった。やっぱ撮るの忘れてた。こういう赤い蝶チームがいっぱいあるとこにいました。